皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。サムネにも書いたんですけどもね、資生堂さん大丈夫ですかっていうようなすごい商品が出たので、今日はそのお話をしようかなと思って、ちょっと興奮して撮っております。で実はですね、この2020年の秋冬っていうのはどのメーカーさんもなんかこれなんかみんなこう決まってるんですかね、今年はこれでいきましょうってなのか分かんないですけど、実は春夏は美白の新商品がすっごいいっぱい出たんですよ。なんですが2020年の秋冬っていうのはどのメーカーさんもなぜだかたるみとかハリケアっていうような美容液だとか化粧水とか、とりあえずもうハリ、たるみ予防っていうスキンケアをどんどん出してきてるんですね。で面白いアプローチのものがいっぱいあるので、その秘伝のタレが入ったデパコスだったりをいっぱい紹介しようって思っていた時に、うわ資生堂さんこれもちょっと本気出してきたなって思う商品が出てきたので、そちらを紹介しようと思います。それがですねこちらです。こちらエリクシールシュペリエムデザインタイムセラムになります。こちら8月の21日に発売されたばっかりなんですけど、このねデザインセラム、もともとやっぱりハリケアというか緩みの兆しに深く届くずっとツヤ玉っていうキャッチフレーズがついていて、しっかりとなのでこう年齢に応じてこうちょっとピンと密着したストレッチ処方で肌を包み込みますよっていうことが書いてあって、要はたるみ予防だったりハリアップをさせますよっていうような美容液なんですが、これがなんで資生堂さんが本気出してきたかなって思ったかっていうと、このエリクシールのデザインタイムセラムっていうのの入っている独自成分のフィルアップコンプレックスっていうもの、そしてクレソンエキス BG、 この2つがもうねものすごいんですよ。この美容液の独自成分であるフィルアップコンプレックスっていうものは、いろんな成分をいろんなねものをこう複合して作っている資生堂さんが独自に開発したものになっていて、その中身なんですが、その中身はですねイリネエキス、ヤグルマ、ギクハナエキス、グリセリンっていうもの、あとはペグ、PPG14、7、ジメチルエーテルというようなものでできている複合体なんですが、そのイリネエキスっていうのがちょっとキーポイントで、このイリネエキスがですね実は皮脂の周りには真皮の幹細胞、要は何にでもなってくれるような細胞があって、でその皮脂の周りにはそれを貯めておく貯蔵庫みたいなものがあるよっていうのが分かっていて、でこれをこのイリネエキスっていうのが刺激をするので、要は真皮の幹細胞が活性化して、それによってコラーゲンとかエラスチンをどんどん作っていきますよっていうような働きをしてくれるものなんですね。でこれはこれですごいじゃないですか。でも実はこのイリネエキスっていうもの自体は資生堂さんの一番高級ラインのクレドポーってあるじゃないですか。でクレドポーの中でももうすごく一番お高いっていうラクレームっていう商品があって、確か去年ですかね、何代目になったのかな、5代目6代目、ちょっとごめんなさいそれは忘れちゃったんですけど、とりあえずラクレームっていうそのクレドポーの高級ラインの中の一番高いの、実は確か5万円や多分6万円ぐらいするクリームにもこのイリネエキスっていうのは配合されていて、そのキー成分の一つでもあるんです。もちろんラクレーム自体はいっぱいキー成分があって、もうこのイリネエキスだけじゃないんですね。だけれどもその成分を入れてきたっていうのが、であとは実はそのさっき言ったヤグルマ花エキスっていうものも実はこのラクレームには入ってます。ヤグルマ花エキスっていうものも基底膜の、今度は表皮の幹細胞ですね、さっきは真皮の幹細胞だったんですが、表皮の幹細胞を安定化するので細胞の生まれ変わりをですねサポートしてくれるっていうような働きもあるので、そういうもうその最高峰級のものに入っているような成分のコンプレックスを入れてきたっていうのはなんか資生堂の本気を感じるなと思うんですね。でそのラクレームっていうクレドポーのものは去年出たんですが、実はですよここからがまたポイントで、その
クレドポーのラクレームとまたちょっと同じようなあのクリームになるんですが、ラクレームではなくて今度はクレームボリュームザントっていう、どちらかというとハリケアのクリームを今年の9月21日に資生堂は発表あの出しますよっていうことをあの発表したんですよ。でその、 あの新製品の中に実は入っている成分がまたこれがすごくてですね、これはまだ発売されてないので手元にいないんですが、その発表会のその資料というか、こういう技術を使いましたっていうものの発表の中にすごく、あ、さすがだなと思ったのが、やっぱりハリを出すクリームなので、ハリを出すためにはやっぱり真皮ですよね。コラーゲンとかエラシンがあるような真皮層の血流をアップさせて、その血流をアップさせることで、まあ、コラーゲンとエラスチンを増やしていきましょうねっていうような考え方をしています。でこの新しく9月21日に発表される、まあ、ハリを出すクリームなんですが、これは年を取ると人間っていうのはコラーゲンの中でも3型コラーゲンというものが減っていく。でその3型コラーゲンが減ることによって毛細血管が減っていく。で毛細血管っていうのは肌に栄養を与えるじゃないですか。そうするとさらにあのボリュームが少なくなっていくっていうことなので、その3型コラーゲンをアップするような成分と、あともう一つは毛細血管を減少させないようにするっていう成分をどっちもダブルで入れてきてるんですね。その成分であるオランダガラシハエキスっていうものも実はこのエレクシールにも入っているんですよ。すごくないですか。もちろんね、新しいクレドポーの、名前がちょっと長くてあれなんですけれども、クレームボリューミーサントっていう9月に出る、これもね4万円する3万6500円でなので税込みだと4万円するクリームの方には3型コラーゲンを活性化しますよっていうオランダガラシハエキスだけじゃなくて、別のね成分、毛細血管を増やしていきますよとか、あの肌にあのハリ成分を与えますよって別の成分ももちろん入ってるんですよ。でもそのキー成分である一つのこのオランダガラシハエキスっていうことも入ってる。 それで9月の20何日に発表されるんですけども、それよりも先に発売されるエレクシールにも入っているっていうのは何だろう。なのでちょっと分かりにくいかな。そうなので去年発売されたクレドポーの最高級のものにも入っているキー成分のうちの2つですね、プラス今度出るクレドポーの最新のクリームにも入っているキー成分の1つが入っているっていうことなので、クレドポーのなんていう技術がこちらにも使われているっていうようなものなんですね。でクレドポーってもう本当に資生堂の最高級ラインなので、やっぱりまあ年齢層もお高めだと思うんですが、でやっぱ使うとねすごいいいんですよ。ラクレームとかも使っちゃうと本当に虜になっちゃうのですが、やっぱり6万円とか出しにくいし、もし本当に6万円の効果があるなら買ってみたいけど、でも本当はどうなんだろうって思ったり、あとはそこまでじゃないけど初期のエイジングサインを消していきたいよっていう時には、こちらのキー成分がいくつか入っているこのエルクシールを使ってみるのはすごくいいんじゃないかなと思って、資生堂さんが、まあ、もちろんねエレクシールってドラコスっていう風に扱ってはいけないんですが、ドラッグストアでも買える、そのこれいくらだったかな、4000いくらだったと思うんですよ。あの本当かどうかわからない、多分4000台だと思う、5000円ではお釣りが来ると思います。なのでそのお手頃価格でこの自分たちの最高級のクレドポーの技術を、まあ、入れてきたっていうのは本当にやっぱり資生堂さんならではというか、資生堂さんの本気を感じる一品なんじゃないかなと思って、今日はこちらをご紹介してみました。いやー、熱く語ってきたらもうちょっと日が陰ってきちゃってすいません。私いつもね自然光でやってるので、ちょっと日が陰ってきてなんかちょっとあのおかしくあの明るさがなってるかもしれない。それぐらい熱く語るぐらいあのやっぱりすごいものが入ってるなと今回の商品は思いました。あの冒頭でも言ったように、2020年の秋冬って資生堂さんだけじゃなくていろんなメーカーさんがね秘伝のタレをたっぷりあの入れた新しいたるみケア予防のねあのスキンケアがもうデパコスがすっごいいっぱい発売されるんですよ。なので皆さんね、そういうね秘伝のタレの入っているたるみケアのデパコス知りたいよっていうのがあったり、あとこのブランドのこれを取り上げてほしいっていうものがあれば、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。いかがでしたか。このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。